どうもこんにちは、尖った車大好きペーパーローニーです。本日は愛車ジープラングラーの車内からお送りいたします。では早速本日のお題ですね、 PHEV を買うなら国産車を買うべき、こちらについてお話ししていきたいと思います。どういうこと？今 PHEV でいろんなメーカー出してるじゃん、なんで国産車なのって思う方いると思うんですけど、いや PHEV は PHEV でも全然会社の国産車違うんですよ。まあそもそも PHEV って何かっていう話で、プラグインハイブリッドって呼ばれている、いわゆる電気でもガソリンでもどっちでも走れますよって車なんですよ。まあ大体電気での航続距離が30から50キロ走れて、電気がなくなったらガソリンで走れるっていう車なんですよね。これが PHEV です。でハイブリッドって言われているのは、いわゆるちっちゃいバッテリーを積んでブレーキをした時の減衰力とかで貯めた回生エネルギーっていうものを、ガソリンを一番使うのって走り出しとかなんで、走り出しとかにその電気モーターを使って走り出しをアシストして燃費を良くしますよっていう、いわゆるプリウスとかアクアとかっていうのはこういうシステムですよね。っていうのがよく一般に言われるハイブリッド。まずそもそもプラグインハイブリッドのハイブリッドの違いはあります。でじゃあなんで外車じゃなく国産車がいいのかっていう話で、このハイブリッドシステムが肝なんですよ。っていうのも海外の車ってハイブリッドシステムを鍛えてないんですよね。なんでハイブリッドシステムやるより、そもそも燃料ディーゼルにしたらいいじゃんって言って、海外ディーゼルをめっちゃ押してディーゼルを鍛えてたんですよ車。ただディーゼルだけじゃダメだよね、ガソリン車のハイブリッドの燃費いいよねって言って、トヨタとかが世界ナンバーワンシェアを取ったことによって、いやいや次の時代は電気だよ EV だよって言って、 EV 市場でめちゃくちゃ今殴り込みかけてるじゃないですか。で日本でも外車の EV ってすごい販売され始めましたけど、これでも日本の家庭、特に外車とかだったら買われる方都心が多いので、都心の方とかはマンション住まいとかだったら、いや発電機ないし充電することもできないから、それなら PHEV、 ガソリンでも運転できて電気でも運転できる車がいいよねって言っても、今 PHEV めちゃくちゃ売れてるんですよ。ただこの PHEV っていうのも結構落とし穴があって、っていうのも国産車の PHEV と外車の PHEV って全く物が違うんですよ。何が違う？発電能力が違うんですよ。いわゆる外車って先ほど申した通りハイブリッドの能力がないので、なくはないんですけどすっごい低いんですよね、技術力が。なんで電気は電気で動かしましょう、ガソリンはガソリンで動かしましょうっていう形なんで、まず電気で走行します、なくなってガソリンで走行します。でガソリンで走行してる時に、そのガソリンでの走行によって走行充電がされるんじゃないのって思う方いるんですけど、外車はほぼないです。あってもほんとスズメの涙です。これ国産車はどうかっていうと、国産車ってブレーキ踏む時に、そのハイブリッド技術が日本ですごいしっかりしてるので、減衰する時の回生エネルギーをすごい吸収して PHEV のバッテリーを発電することができるんですよ。特に代表的な例だとアウトランダーですよね。アウトランダーって電気だけで約80キロぐらい走るって言われてて、それの発電能力が箱根のてっぺんから下山して帰るだけ、いわゆる単バイクの上の方行って箱根でコーヒー飲んで帰ってくるっていうだけで、行き電気、箱根走る時ガソリン、帰り電気みたいなことできるぐらい発電能力えげつないんですよ。箱根下るだけで80キロの充電できるってやばいですよね。外車の場合だったら、まあ行き電気、上りガソリン、下りガソリンで帰ってる時もガソリンっていう感じになるので、全然発電能力ないんですよ。っていうこの回生エネルギーを使える使えないによって PHEV のメリットって変わるんですよね。どうせ電気自動車ならその回生エネルギー回収したいじゃないですか。ないんですよ僕。だからジープのレネゲールとかラングラーも PHEV あるんで欲しいなと思ってたんですけど、そこの回生エネルギーがなくて毎回充電しながらただのバッテリーが鉛ですよっていう話なんで買うのやめたんですよ。もちろんアウトランダーとかも充電できたらいいんですけど、あれ充電なくてもその発電能力がえげつないんで全然走れるんで、あれは充電器なくても持ってもいいんじゃないかなっていう風に個人的には思うんですよね。っていうそこのどうせ無駄をなくそう、どうせ減衰するならエネルギー取ろうっていう風にする国産メーカーってすっごい僕賢いし、だから PHEV プラグインハイブリッドを外車買うとただの重りを持ち歩くことになるので、ならフル EV 買っちゃいなよ。フル EV 買うならぶっちゃけ僕日産のアリアとかめっちゃいいなと思うんですけど、プロパイロットついてますし。っていうところを考えると、PHEV の外車っていうのは僕ラングラー売ってて、ラングラー好きなんですけどおすすめはできないですね。ただラングラーに関してはオフロード性能が普通の車よりも高いんですよ、モーターを使ってるんで。なんでオフロードでがっつり崖登りたいよ、トルク欲しいよ、パワー欲しいよっていう方は、ラングラーの PHEV はそういった使い方はありなんじゃないかなというふうに思います。むしろエコだからそっちがいいよっていう方に言うと、無駄な鉛を持ち歩いて走行するのは果たしてエコなのかどうか、そこはちょっと一考してもいいんじゃないかなというふうに正直思いますね。じゃあちなみになんですけど、外車メーカーで一番ハイブリッド技術進んでるメーカーどこですかっていう話で、これ実はルノーなんですよ。じゃあなんでルノーが進んでるかっていうと、ルノーってどこと提携組んでましたっけ？日産、三菱、ルノーですよね。で連合組んでますよね。でルノ
ロー自体は独自でハイブリッド技術を作りましたって言ってますけど、あの車そもそもプラットフォームがエクストレイルとか、まあアルカナに関してはエクストレイルとか、アウトランダーと一緒なんですよ。でルーデンシアもハイブリッド出してますけど、あれも確かプラットフォームノートとかと一緒ですよね。でじゃあ積んでるエンジンとか、アルピーヌの僕の A1 って日産のエンジン積んでますし、独自開発といったところでズブズブなんですよ。なんで基礎理論に関してはほぼほぼ E パワーなんですよ。でそこにハイブリッド技術を独自でちょっと修正をして独自技術って歌えるんですよ、自動車メーカーって。っていう風になってるので、外車で一番のハイブリッド能力を持ってる車は何か、ルノーです。なんで国産車だからです。もう落ちそこなんですよ。なんでルノーは日産と切り離したくないとかいろいろあるんですけど、そういった世界のハイブリッド技術をまあ日本が圧倒的にシェアを取ってしまった、だから EV が出てきた。つまり PHEV の車何が効率いい、国産ですよね。じゃあ EV はどこのメーカーがいい、これもほぼほぼ国産になっていくと僕は思います。まあ、正直テスラがこういう風に入ってきたように、 EV っていうのはただの電化製品、家電なので、本当に移動するための家電だと僕は思ってるので、どのメーカーが出してもいけると思うんですよ。なんでソニーが参入したりとかしてるじゃないですか。僕はまあそこはちょっとな、個人的に気になるところだなっていうのはあるので、まあ皆さんがどういう風に思ってるかちょっとコメント欄で教えていただければなという風に思います。またこの動画が良かったら、参考になったなと思う方いらっしゃいましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちなみに言うと、トレーラー買うタイミングで発電機欲しかったんで、アウトランダー市場行って見積もり取って P グレードマジで買うか悩んでました。ただ僕はラングラーを裏切れなかった。この子可愛いんですよ。たくさんご飯食べてくれるので。うん。